いや、今日はね、そうなんですよね。このね、連休が何日？昨日土曜日、今日日曜日、明日月曜日ということで、2連休目はキャンプに突撃しております。なんだけど、なんと台風が近づいておりまして、今日はひょっとしたら撤退する可能性があります。はい。川の音が聞こえるでしょうか？川の音が聞こえるでしょうか？そう、このね、10メーター先にはね、川が流れているんですけども、けどもですよ、その川がね、あれなんですよ、あれ。そう。いわゆる濁流でね、まあね、川の流れが強くなってきております。さあ、撤退となるのか、避難となるのか、それとも朝を迎えることができるのか、一体どうなんでしょうね。さあ、ということで今ね、雨の中の焚き火を楽しんでおります。雨の中の焚き火。はい。頭がほとんど濡れております。椅子もほとんど濡れていたので、新しい椅子を用意してみたりしてね。なんてことでね、やっているんですよ。さあ、今日の焚き火はね、そう、ピコグリル風の、いわゆる格安の焚き火台ということで、これはね、なんと言ったってね、薪をポンポンポンって横に並べるだけで、あとは着火剤を使って火をつけるだけでできるという簡単なものでございまして、本当に楽ちんで、ああ、なんというか暖が取れて嬉しいなと。そう。見て、この長靴。今日はね、雨だからね、長靴履いてるんですね。もうね、靴が濡れちゃったら大変。そう。はっきり言ってね、靴下いくつあっても足りませんということで、今日は長靴を使用してキャンプに取り組んでおります。はい。もうね、カップヌードルも食べたし、なんだろうね、先輩と語りもしましたし、今日はあとは焚き火をしてね、まあ、残った炭で肉を焼いて食おうかということでね、そんな感じであります。はい。皆さんにね、このピコグリル風の火の音だけして終わります。さあ、味噌マンの方もね、更新やるから、頼むよ、見てね。1分の動画だけどさ、はい。はい、ということで、お送りいたしました。いやー、雨がね、ちょっと強くなってきましたね。なんとなく不安をかきむしるような、ねえ、ちょっと心臓がドキドキワクワクしながらも続いておりますけども、はい、そうなんです。味噌マンと言ったらね、はい、ロングとショートを出しているんですが、大体ね、僕ね、まずロングを取るんですね。ロングと言っても、1分の
簡単な動画しか撮りませんけども、はい、このロングを撮って、そしてショートの方にね、それを編集して出しているんですが、そう、ショートはね、多分ですよ、多分日本人の人が多く見てるような気はします。そしてロングの方は、これはね、逆で外国の方が見てくれているような気がします。はい。だから、一応、ロングとショートは、ちょっとこう、なんていうの?アレンジを加えて、ショートの方には出してるんですが、ショートの方が、なんとなく、こう、可愛らしい雰囲気がある風に なってるかもしれない。うん。で、ロングの方が、どっちかっていうと、あんまり手を加えていないというか、うん。まあ、よりシンプルな方になってるかもしれない。で、いろいろ試行錯誤してね、僕なんかね、見てもらったらわかるけど、ほとんどが一桁のね、視聴回数であります。まあ、ロングに限っては、ほとんど視聴回数一桁。よくて二桁。で、ん?となるときに、やっと三桁行くんだけど、まあ、だいたい100人台だね。100回ぐらいのね、動画でやってるんだけど、うん。だいたいね、動画が100人ぐらい行くときって、僕のね、なんていうの?ドアップ?ドアップの、まあ、顔がね、なんでもないんだけど、うん。まあ、それで、やってる動画がよく見られてる。うん。で、あんまり見られないなーっていうのはね、ちょっと自分としては、お、これ結構面白くなったんじゃないの?とか、ちょっと小細工なんかできないけど、少しストーリー性があってね、うん。あ、これ面白いんじゃないの?って僕が思ってるやつほど見られていない。うん。やっぱりね、あの、鼻毛を抜いたやつがね、ずっとね、一番再生、まあ、何百回再生だけど、まあ、それが一番多いっていうことではね、なかなかね、考えられますね。うん。ショートの方はね、面白い感じで、うん。僕はあの、ウクレレが趣味なんだけど、ウクレレを弾いてね、で、まあ、それにまつわる、まあ、ちょっとした歌を加えてね、やってみたら、まあ、うまくいくときはね、それがね、ちょっと何百回って再生されることは、あ、こういう風に見られるのかなっていう風になってきた。あとは、そう、顔出しする前の撮ってた動画みたいな、ショートなんだけどね、それは。まあ、それもなんてことない。まあ、カジュアルエブリデイっていうことで、なんとなくね、日常生活の中で起きたことをね、やるわけだから、まあ、大したことないんだけど、まあ、そんな感じでね、自分としては一応住み分けとしてね、やっております。はい。早くね、このペースじゃとてもね、1000人っていう、なんていうの、あの、収益化がどうとかっていうの?そうそうそう、そういえばね、YouTube の方から、こんだけ頑張れば収益化までいけますよっていう案内がね、僕の方にも来ました。ただし、それをね、覗いてみると、とんでもない、とんでもない。こんなことやってたらね、10年かかったって、そこのね、収益化にたどり着けないようなね、感じの条件でした。はい。だからね、僕もね、まあ、どうせやるなら、ね、せっかくなんでね、見てもらえる人がいる限りは続けていこう。そして、できたら収益化。いや、これはね、何としてもやりたいな。さすがにね、さすがに、うん、やりたい。と思ってます。ということで、頑張っていきますので、どうぞよろしく。みんなもね、連休、あとね、2日?うん。楽しんでやってくださいね。それじゃあ、週クリア。サンキューサンキュー、サンキューベリーマッチ。はい、どうもどうも、じゃあね、じゃあね、じゃあね。